申し込む。オードリー若林が語ったピース綾部のニューヨーク生活。2月10日放送のオードリーのオールナイトニッポン日本放送系にて、お笑い芸人のオードリー若林正康がアメリカでピース綾部雄二とロケをした際の話を語っていた。アメリカに滞在中の綾部と共に NFL クラブ日本テレビ系のロケを行った若林。彼はニューヨーカーになってね、ミスター綾部になってましたよ。英語は喋らないんですけど、笑い、夜遅くまで飲みながらニューヨークでどんな生活をしているのかを尋ねたという。コメディハウスにも通ってるって。日本でいう閉まったけどシアター E、 2016年に閉館した渋谷のお笑い劇場みたいなところに勉強しに行くんだって。英語だからさ、内容は結構わかるもんなのって聞いたら、弱ちゃんね、一緒よ一緒、日本の芸人さんと一緒よっていうの、どんなポイントが日本と同じなのだろうか。言葉はあんまりわからないけど、すごいやつは日本と一緒で間がいいよって言ってたんですよ、笑い。これには相方の春日春生も、英語わからなかったらわかんないだろと笑う。さらに綾部は人脈作りに奔走していると語ったとか、いろんなブラザーたちとホームパーティーを頻繁に開いてるんだって。綾部宅でいろんな料理を作る中で何が一番人気って聞いたら、弱ちゃんね、結局雪見大福よ。みんなアメイジングって言うねって笑い。結局3日間一緒にロケをやった中で、英語はアメイジングしか聞かなかったという若林。せっかくニューヨークに滞在しているのに、綾部の語学力は上がっていない様子。この経験が無駄にならなければ良いが。